ないけど。うんま。てかもう水。急にガって皆さん前のめりになってるから何ちゅう並びなんだろうねこれすごいですね。ちょっとだね、これ生物多様性だから。イモレどうも、タツマです。今日はですね、5月の10日、つまり黒糖焼酎の日ってことで、急遽ね、ヤニ川にあります園のこれ見て、全部黒糖焼酎や。しかも銘柄全部違います。これ今置いてるのすごっ。似てるのとかあるけど、すげえな。じゃあ数えてみる。奄美、島のナポレオン、昇竜、上後、あ、上後はでも1個かぶってる。天下一、島優先、朝日、機械島、レント、長雲、万古井の城、聖護霊、竜宮上後、里のあけぼの、六鳥かな。これなんだ、選ぶのやつだ。稲の露わかんない。これだけ間違えちゃったらあれだな。と、万古井は、結局、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19本。奄美大島のみならず、機械島とか、選ぶとか、徳之島、与論のね、黒糖焼酎まで今、幅広く揃えて、全銘柄飲めるらしいんで、一回やってみたかったのよ。黒糖焼酎ね、奄美に住んでるからね、全種類飲むみたいなね。なかなかこの瓶を揃えられたりってことはできないじゃん。で、お店でもね、やなかなかね、でっかいのでいっぱい飲むのも できないんで、今日はショットとかでね、少ない量からいろんな種類飲めるとやってきました。しかもこのイベントが昨日今日で急に開催することが決まって、自分もね、さっき来たばっかり。たまたまね、明日が休みなんで、もう潰れること覚悟で楽しみたいなと思います。もう後半は、ちっちゃかめっちゃかなってるでしょ、どうせ。これは映えるね。お疲れ様です。全種類飲み券みたいなのがあります。ショットだと少ないんで、その2杯で1杯分つけるんで、これ2枚買えば、これ2枚で全部いける計算。お得なのはこのノンジャオカード5杯分で1000円。まあまあ人気の辺。あ、お疲れっす。すごいっすね、これ今んとこ身内しかいないけど、これはストーリー載せないとな。全部飲んでいいんですよ。これ飲んじゃうカードで。むしろ全部飲むまで帰れない。そうっすよ。マシアさん、これの銘柄読めます？選ぶの稲の露？稲の露だった気がしますけど。稲の露。せっかくなんで、だから YouTube をね、全種類飲もうっていうね。ですよ、飲んでみた。ね、飲んでみた。でもやりたくても、こんなんできないじゃないですか。家にこんなんね、お店でもやっぱね、一杯ね、何百円したらあれだから、2000円で全種類飲めんだったらね、最高じゃないですか。漂流とか聞かないっすね。選ぶなんだ、漂流って。あんま馴染みないけど。これで全蔵元あんのかな？いや、ないんじゃない？全蔵元はないか。で20ぐらいあります、ね。ああ。じゃあまず、券買った方がいい。俺も張り切って飲んじゃうカード2で。皆さん、映って大丈夫ですか？あ、大丈夫です。じゃあ皆さん、映っておけ。もうとっくに。そうだよ。モザイクはできない。めんどくさい。飲んだことないのいっぱいあるよ。YouTube 始めて初期の頃に結構やってたんですけど、なんかあったよね、ちっちゃい瓶とかで買って飲むみたいな、うん、あれ意外と評判いいけど、お金もかかるし大変だったから取るじゃなかった。2枚全種類モーラーセットぐらいかな。何杯目ぐらいから目がニヤニヤしてくるかな。これ2枚で全種類モーラーできるってこと。飲み方が飲み比べるんだったら、たまちゃんはストレートか。うんうん、ストレートね。最初は大事よね。何を選ぶか困るな。最初知ってる、そんな方が比較できる。まあそうですね、最初定番あっさりあっさり、まあってなるとレントとかに情報とかね、里分けナポレオン。じゃあ自分は端っこからいきます。奄美いい癖。もう一ついきますけど、たまちゃんは。おじゃあ、身近に行くか。ナポレオン。島のナポレオン。島のナポレオンをね、飲んだことある。奄美も一回あるかな。いいっすね。奄美と島のナポレオン。すごい。あ、そうか。乾杯しないと。いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。これは奄美。あ、でも思って。多分俺が奄美に来て最初の頃に飲んだから、奄美今全然癖あるように感じない。でも香りすごいよ。もうなんか黒糖焼酎の香りがね、うん、黒糖の香りすごいね、うん、ストレートよりやっぱそうなんですね。
糖焼酎のトライが近くにいるとすぐ分かる。黒糖焼酎飲んできたな。独特のね。いやでも俺これ十何杯飲むの怖っ。ドキドキしてきちゃった。もうここが暑いもんね。20数度。はい、製品に。はい、はい。いい、乾杯。アマミはだいぶ深いね。これアマミ島のナポレオン。ナポレオンいただきます。うわ全然違う。もうてかもう水。怖いやつだ。あじゃあアマミはだいぶ黒糖の香りする方なんだな。最初に言っちゃうと分かんなくなる。多分3、4年暮らしてて、もう度数が違う？もしかして。アマミそんな高いのかな？アマミ30度。25。そうっすよね。ああ、作り方も違う。島のナポレオンすごいね。初心者でも絶対飲む。だからね、いろんなお店に置いてんだろうね。か、奥行きがすごいよ、アマミの。鼻に抜ける香りがすごい。いっぱい入れてもらえるのは嬉しいんだけど、17っていう底知れぬ怖さ。ベロベロなっちゃう。ちょっと寒いなって最初思ったけど、全然もう寒くないもん。お花見の時の酒だったらあんま酔わないみたいな。熱に。怖えな。このペースじゃ多分17杯飲めねえもん。まだ2杯はいけない。元気さんスキッパラに行ったってことですか？ビクトリーで。相性いいのかな？島の味ですか？ビクトリーはビールとかの方が合いそうな気がするな。俺いただけるんだったら、あれ。例のカリンと216円のやつ。あれね。でも売って小売価格ね、グリーンストアとかでも216円。バカうまいんだからね。まあ、全然物によって感想を言えねえな。言語化できねえな。言語化できるのはさ、何本目まででしょ。1本目でできてるんだからだって。どの辺から言わなくなるの。絶対後半うめえ。はい次みたいな。なってんだな。もうなりそう。ね、イメージ奄美が結構だから通な味だね。島のナポレオンとかもう初心者でも全然いけるじゃない。なんか臭みが全然。多分ね、初期の頃の動画まだ出てるけどね。多分奄美飲んだ時俺ひかめっ面してると思うんだよ。いや絶対合うよこれ。ありがとうございます。した伝説の俺の YouTube で、あれお土産紹介するっていうね、一番大好きなカリンと。これよ、バリうまいんだからこれ。うまっ。黒糖のかりんとうと黒糖焼酎合わないわけないもんね。黒糖焼酎は何のご飯が合うのかな。刺身。あー確かに。なんか醤油使った系とかですかね。なんかやっぱ甘い系。よし2杯目いこう。続いて昇龍上後で。昇龍はマジで飲んだことないね。上後はもうね死ぬほど飲んでるよ。もう20杯ぐらい飲んでるよ。の30度ですね。ちょっとだからウイスキーで。お疲れ様です。おはようございます。醤油と醤油、最初だけだよこんな丁寧に飲んでる。醤油いただきます。何これ全然違う。違います。ちょっと結構違う。すげえ酸味みたいのないですか最初。ああ意外でございます。本当に思ってる。俺が言ってること間違ってたらちゃんと否定してくださいよ。うん、スッてくる。黒糖焼酎じゃないみたい。でこっちが情報だ。お疲れ様です。だいぶオーソドックス。やべえ、でももう気持ちいいな。ここでやめるのが一番気持ちいいな。まだ序盤も序盤。序盤も序盤でまだ4だよ。4分の1当てるまで入れません。飲み比べでこれやってここまでは序の口です。さあ当てるまで帰るまで。だからあれですよね、何本当たって何本ずれっていうのしか教えてくれないですよね。地獄。あれし、高野さんを怒らせたい。いやあれでなんかキキビールのやつがあって、はい、それでキキビールが21種類くらいとか出てきて、もういつまでたってもそのキキビールの数が終わらない。でかくしてたもん。じゃあ次21個目です。ずっと飲んでて。あ、なるほど。まず最初のテイスティングの時に全部でこんだけありますのを覚える段階で、これはでもプラシーボなしでやばいぞ。もうもうやってきたの。うん、全部は無理だわこれ。諦めた。もうだって熱いっすよ。
熱が、ね、でもあれやね、島優先は一気しなきゃいけない。そうっすね、世論、うわそのエピソードで世論って思ったわやばい、でもこれどんどん食べちゃうね、かりんとうがうめえこのかりんとうが一番うめえお土産最高じゃないですか、あの個包装でめちゃくちゃ配りやすい、一人200円で済むと思ったら、紡ぎ柄だしね、あれでも昔はパッケージが違ったっつって、昔のやつ全然なんだよね、全然っていうか、今ほどそそられないっていう、奄美多くないですかやけど、パッケージ変えて売り上げ上がったなんかパッケージがね、おばあちゃん家のお菓子みたいないや、おばあちゃんちのお菓子なんだよ、かりんとうはうめえもんな、アマミの黒糖もうちょっとな、冬眠割とかねえかな、黒糖のやっぱね、お土産とか高いじゃないですか。そうね、まあまあまあ、そういうもんじゃないですか。お土産の食べ比べやってる。ああ、食べ比べやってないな、それこそ金かかるな、ね、これだったら、まだなんかお店に傾聴っていうか残った分できますけど、お菓子とかって開けたら終わりじゃないですか。全部買って、じゃあみんなで食わないとあれだ、もう甘いのいらねえってなった時に、青酒、もずく系、もずく酢みんな欲しがると思うよ。ああ黒糖でむちゃ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 やって、もうもわーってなってる時にあとフリーズドライの青さの味噌汁があるよイエーイみたいな、救世主扱いで、キビスもあるでしょ、塩もある。ごちそうさまでした。4入った4どうぞどうぞ、フリー素材、肖像権ない。では続いて2杯、天海さんと世論のやつ、どっちもあんま知らないな。これも選ぶなんだ、入れすぎちゃった、たまにやることじゃないっすよ。選ぶの天海30度世論島ひまゆず、選ぶと世論で天海すっごい黒糖まんまっていうか、そういう香りするね、ひまゆず。入ったらですね、無理ゲー社会、黒糖焼酎ですか、これ、天海祈島雄泉、島雄泉いただきます。与論、与論島は鹿児島県最南端の島です。黒糖の香りというのは全然しない、濃い香りはね全然しない、島雄泉成長って概念なんですね。何これ、ほんと何これ、え、何度 10% とかなんてないか20度だった。今までだから30度とか飲んでたから。暇優先やばい。今さっき一気飲みって言われたけど、そう言われる理由わかる。暇優先やばい。水。あ、世論憲法のその杯に入れるお酒ってことですか。まあ、じゃあそういうことなんだ。おお、いったね。全然いける。20度も感じないですよね。ハッパーぐらいに感じる。ストロングぐらい。日本酒ぐらいだから、度数の感じ方が美味しいっていうか、喉越しっていうか、お酒のきつさを全く感じない。それで20度あるんだよ、怖いね。全体的に怖いね。20度30度もね、ほぼ敵だよ、やってることは。少なく見積もって20度だとしても、17種類あって、ショット9杯ってことでしょ。世論行った時に絶対飲みたいわ。でこれは何だっけ、天下一選ぶの、うわ全然違う甘い、天海一甘い、甘くないですか。泡盛の作り方、え、じゃあ黒麹なんですね。泡盛っぽいのかこれって、甘い、香りが甘いのかな、うまそう。かりんとう食ったのかと思った今、このすげえな天海一。せめて半分いってから弱音吐きたいですよね。3分の1高い中身がああいいっす、あ入ってないんだ走りますね。要するに高くなってません。もうだってテキーラとやってること変わんないですもんね、度数的には。冷凍してるんですけど。冷凍。シャーベット状みたいになってるってこと。シャーベット状にならない。あ、40度とならないんだ。たまにあのガラスに触れた瞬間にチュルチュルチュルってなるよ。トロトロになっちゃう。テキーラとかトロトロになりました、ね。真剣にした。最高だ。今のうち飲んだ方がいいのか、それとも最後の楽しみ。今のうち飲んだ方がいい。今のうち飲んだ方がいい。最後はもうどうなっちゃうか分かんないんで。そうね。想像できない。せっかくおすすめしてもらったの。最後飲んだらバカみたいに飲んじゃうかもしれない。バカになって。うめえっつって。一人で回すんですか、柿田さん。すげえ。1日センチを経験者がいっぱいいるから。そうす。俺はもう使い物なんねえよ。こんばんは、お疲れ様です。あれ、GoPro GoPro どうした YouTube 今撮ってます。お、マジですか。100マッチ今何台だ。
俺今1、2、3、4、5、6、17あるから。そう、なかなかあるよ。絶望。ちょっと今合間にいろいろおすすめされたら多分20。こういう機会ないと全部飲めないですからね。8 pretty good。 9's better。 全然わからない、聞き取れない。急にバケバケ英語で喋りかけられるお前。俺できると思われるもん。急になんか間になんかフィルター入る。外人に見えた。外人に見えた。鳥が。何これ。ソルティおすすめの飲み方はずれい。ソルティドッグみたいなことですか。そうです。ソルティーウォーターだよ。ソルティーウォーター。ソルティーウォーター。ソルティー海水じゃない。え、だからもうソルティーウォーターだ。いただきます。うんまっ、うんまっ。そう、アイランドのソルティーウォーター。これだから黒糖焼酎と、うん、そのなんかあのギャップ、うん、塩で飲むと通常で飲むとのギャップ、うん、塩で飲むとあのその黒糖の本来の旨味とのちょっとインパクトっていうかパンチがあるんですよ。表現が難しい。味のコアみたいなのがあって、ちょっとでちびっと飲んでもまずいって思う人がいれば、ちょっと塩つけて飲んでうまいって、うんうんうん、スイカにちょっとお塩かけるみたいな。似てるんですね。なんか深みがスイートとしょっぱいと、うん、そのギャップ。よかったって言って。いやいや、まさにそうなんです。すごい。じゃあそのごくごくなんつうんだろうな、ご飯みたいって言ったらあれじゃん。すごい。何これ。怖いね。怖いね。今見たら40度だって。箸休め。箸休めで40度じゃん。それとつまみあったらすごい。かりんとうあります。ごくとうの甘いと、もう無敵やろ。そしたらうーん、全勝ついて。はい、行ってみよう。うん、これうまいわ。うん、合わないわけないし、塩もうめえなこれ。確かに、そうかも、いい塩なのかな。当然飲み口はさっぱりするんだけど、格がある。香りじゃなくてもう味がある。うん、うめえ。だしを飲んだ時みたいな感想が出る感じ。うーん、超すっきり、すげえな。ほんと40度に感じない飲み方っすね。結構今絶望よ、先を考えたら。量を飲む時でもね、こういうストレスとかで飲まないからね。あと11。マジ？いける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 。いけるいける。今よりも。すぐいけるすぐいけるよ。スピード大事なんじゃない？スピードはもちろん大事だと思うよ。だってもう。1時間食べないよ。マジですか？約20でしょ。20を2時間で、5分に1杯飲んでんの。そうそうそう。話し合いしたら良くない飲み方に聞こえちゃう。あ、お疲れ様でーす。あ、お疲れ様でーす。お疲れ様です。元気。赤木さん、これ一人で回すのが大変なんじゃないですか。もう皆さんほら、皆さんがほら、ベロベロに。若干眠たかったな。いやもう、それいつの話。心当たる節がありすぎてですよ。すげえな。今日もう、コアな。私。じゃあ、もちろん。やっと後半戦なんじゃない。朝日連。朝日さんはキャパが許す限り。助け合い方の。助け合い方。俺らも助けていいんだったら。レントと朝日は俺も飲んだことあるけど、すぐ分かる。レントはね、水ってこと。でも今までいい組み合わせで飲んでるよね。ありがとうございます。おなじみレントと機械島の朝日だ。レント、レントはね、もう言うまでもね。今度は超浅い。25度これで。これレントと朝日。朝日はすごいですよ。ああ、いやでも思ったより朝日もガツンと来ないな。だから40度飲んじゃった。もう分かんなくなっちゃってるのかな。全体に40度今飲んじゃった。あ、でも朝日はすっごい黒糖のなんかね、甘みを感じる。ちょっとだけもらっていいですか。どうぞどうぞ。ああ、本当だ。もう先にレント飲んだ方が良かったけど。おー、朝日ガツンとパンチがあるわけです。じゃあ次レントもね。レントも水っすから。分かんなくなっちゃう、そっちのね。先に飲んじゃったら、ね、水じゃないです。
水ですね。でした。やばい水。美味しい水。ね、その東京帰るじゃないですか。声優とかなんか大手のデパートとかスーパー行ってお酒コーナー行ったらレント置いてたりするんですよ。あ、黒糖焼酎売ってたんだ。ある意味言うと初心者でも飲み始めの人でも飲みやすい。そっち飲めないと思いますけど、レントはいけるみたいな。ああ、ほんと奄美に移住して最初とかはレントとかそういう初級編カラスよ。にしてもこのメンバーすげえ、すげえメンバー。優先やばかったっすね。え、マジで水っていうか酒水に入れてこう飲むんだなっていう、びっくりしましたね。ビールでいうその のど越しみたいな、こうやって飲まされるやつ。びっくりしました。レント飲みはレントはもう本当に水かけはない。あー、どこで用すない。何してるの。全種類飲もうチャレンジ。あ、北東なんですか。私、お外電波空港でちょっと思ってきました。すごいないと思って。あー、そうですよね。剣が前なと大きで、そこで浜田健吾さんが持ってるから。これ。じゃあ、今度は前半のあれがある。やっとでも今半分だ。いや、かしかくんが選びます。私が選ぶんじゃなくて、店長おすすめ。かしかくんの店長おすすめ。はい、すげえ。飲んだことない。あれして聞くだけ。これはなんとかではありません。今そのために全部飲んでたらそれだけで大変。何ちゅう並びなんだろうね、これ。すごいですね。これ生物多様性だから。多様性の塊やよ、ほんと。さがさま。長くも機械暇で。はい、後でできるっすよ。長くも機械暇。飲み比べね。はい。で、お前、今度なんか一緒に。お疲れ様でーす。どっちも癖強い系じゃない？ね、これはどっちも強い系よね。いただきます。長くも。長くも香り強いわ、めちゃくちゃ。好きなんじゃないですか？ね、俺長くも大好き。一番橋とかも。そうそうそう。長くもは普段お店で飲んでハマったから、あるお店では、うん、飲んでるし、先輩とかに。お土産で送ったり、うん、これ長雲わかるわ。長雲はやっぱ普段飲んでるとちょっとわかるね。こっち光島、いただきます。全然違う、全然違う。お疲れ様でーす。乾杯。光島すげえわかりますね。青青しい、うん、葉っぱの味。そう、葉っぱの味するよ。はい、あ、2枚目で、2枚目いきましたか。すいませんね。ついに2枚目。そうそう、出来上がってきた。いや、十分出来上がってるよ。いつだまだ。水道水。水道水？うまいね、水道水。水道水褒める動画になっちゃう。いや、せっかくね、今日の機会だから全部銘柄飲まんだよ。人も増えてる。人も増えてる。盛り上がってほとんど知ってる人なんだけど。ユーは何し、一本絵だよ。すげえ。たくさん来てんだ。ちょこちょこ来てますよね、客船っていうか。来てる来てる来てる。客船は意外と帰るのよ、日中で。あー、そっかそっか。ちょっと夜止まらないのよ。あー、夜船で飲ましまいだから。大体ね、放送の時にたまたま通訳がおったからやり取りできるけど、これでたまたま通訳全くなくて初めてやったっけ。どうする、全然通しなかった。本当に通しなかった。ねえ、身振り手振りもね、限界があるから。ねえ、ラジオの限度があるから。ジョンさんが呼んだところ。ジョンさんが全部。あれ、俺はやっぱりまだやっぱり。もう無理。ハゲ皆さんは。一般的には日本語では。タスバス聞いてきて、なんで違うよ。ねえ、What do you mean って。どこ？どういう意味って。あの兄に聞いて、あの兄。うん？あの兄ちゃんに聞いて、どこ来たの ？Where are you from？フランス、あ、じゃあ英語じゃないわ。英語じゃないです。ボンジュール、ボンジュール。あ、そっかそっか。ボンジュール。急に
フランス語になったとたんもうね語彙力がなくなっちゃうから目的って英語でプロミスプロミスは約束絶対だ言えるまわるご切ない心だ9人と違う、ほんともう3、4人しかいなかった今何人夜が更けてくるとみんなどねえ、ここから盛り上がってくるんですよ鹿児島福岡鹿児島福岡豚骨ラーメンはピックは使わないよメイクスとかあ、マンコイ製これだもう2枚目いってたわもうじゃあ折り返しだマンコイはでもね、たびたび飲んでるレモンサワーで同じマンコイお、せーごれだいぶ酔ってきたよ、うん、あ、ブラックえソイソースソイソースえいつはソイソースこれソイソースあ、でも醸造っていうぐらいだからマジでソイソースえ、一緒にちょっと飲んでみたいなソイソース No 鮭鮭 No 出雲出雲 No 島根県飲んでみすっごいよ酒なのこれね、醤油そんなことないけど酔う神があるってなんて言ったらいいんだろうねなんて言ったらいいですか神があるってディープ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 大事 and it takes time it needs time 余韻が残るああ、そういうことね飲んだ後に changes ここに香るね changes yes やっぱでもフランスの方々はあのワインで慣れてるのかなバイ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  Thank you すっげえお酒飲んで飲ませてもらったかも飲みますなんかとんでもねえのもらったかもしれないねこれ優遇はね優遇里は結構すぎるこの残りないですか写真とかすいません今ここまで来ますあと3杯あいけるけど、ね、長い目今だから2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 これほん、ほんと？いや、ほんとほんとほんと14チケット買った、チケット買ったうそれほんとやべそれほん1分いっぱいでイエーボーイイエーボーイイエーセンキューセンキューしか言えねえよ先行けってはい、どうぞもう一個1分いっぱいでも確かに時間的にはあと4で終わりマジいただきますこれはどっちか13は飲んでる俺はちょっともう終わってるから絶対リュウグこれ里分けがリュウグでしょ、うん、絶対リュウグリュウグ分かるね分かるすんごいなこれまだ香りが余韻リュウグはすごい余韻さっき英語で言ってたよなんつったっけ余韻の香りってなんて言うんですか英語で余韻の香りさっきタイム形容詞多いよ今テイクスタイム、うん、テイクスタイムテイクタイム何言ってんの違うの違うの要因の香りがテイクタイム短くない短くみあ短いんだもっと長い余韻だけ余韻余韻余韻がアフターテイストじゃないアフターテイストアフターテイストテイストアフターテイストアフターテイストテイストアフターテイストテイスティングかさっき違う言葉で言ってたアフターテイストねフランス語だったのかなでもめちゃくちゃ英語になったよフランスかフランス全然なんか通じなかったそうそうなんだそうめちゃくちゃ喋ってるこれと一緒に見えないぐらいけどでも全く違うだからニュアンスでも多分ワインとかの言い回し、うん、そうそうそれを使ったんじゃん、ね、多分ワインにはかなわないですよね割とあのだから次六丁あ増えた3個6兆多分編集するときすげえ後悔とかするんだろうななんでいろんな人の顔が映って
あ、それは分からなくもない。じゃあこうしようか。いや、肖像権は皆さんないでしょ。はい、花と六丁。え、じゃあ俺どっちも30度。これ何だっけ。これ六丁。いただきます。怖っ。うん、六丁はなんつうのこれ。指笛吹こうか。六丁です。うお、すげえ。うるせえって。すげえ深みがありますねこれ。逆にかな。あ、全然じゃかな、わかるわ。分かった。他のやつ全然違いますね、特徴的。おえ、どういう香りが。はい、なんで。いや難しい。いえ、いや言わなきゃよかった。ちょうだい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 。聞いてる。もう選ばない。何も言えねえや。言わなきゃよかった本当。いや、いけるいけるいけるよ。いける。暴力ねえな。どうしたらいいんだろう。いけるよ。違いが、でも違いがあるって感じたわけやろ。うん、絶対わかりますねこれ。飲み比べだったら絶対わかる。何が違う？やって芸能人って困るんだろうな。これ言えよって思う。芸能人じゃないじゃん。芸能人じゃないですけど。カナカナがいいねっていう。今バッて今までバッてやったのに急にガッて皆さん前のめりになってるから。ごめんね。急にね。暇になったから。なんでみんな帰っちゃったんだろう。暇になったからちょっといじろっかな。みんなちょっと立てば。言い出したのはカナだ。そうそう。いやいやいや。カナが違う。カナがうまい。そうそう。カナが違う。なんでよ。そう、なんか何が違うのか聞きたいだけよ。フレーバーの最初はすごいあっさりなイメージがあって。ああ、何が何が、うん、何がフレーバー香りは、うん、何が言いそうだったのに。鼻は何つったコアがあります。さっきも言った。本当の子行く。冷たい。それの組み合わせなんじゃないの。焦点か焦点か。味だったり香りだったりそやつの組み合わせで入れるんじゃないの。なるほど。同じのはダメなの。なんかね、濃い薄いとかダメなの。鼻は角があった上でのフレーバーがあるってこと。そうだ、うん、角があると思います。じゃあ、そらそれであっさりなった。巻いてます。今ここにね、西平の方々いらっしゃるのによく言えるよね。じゃあ次、稲のつゆ。稲のつゆってどこのやつ。選ぶ。仲良い先輩が。なんだって。一気一気よく言うよ。自分がされて嫌なことは人にしない。今度コールするからね。その理屈やめた方がいい。じゃあ達郎さんっていうのがじゃあいい。なんで3つけデコスケ野郎なんて言ってないですよ俺は。3をつけろデコスケ野郎みたいな。アキヤみたいなこと言ってない。懐かしいんですね。サマをつけるデコスケ。なんとなくでいけますからね。どうすか。全然違うじゃんこれ。それは全部違う。全部全然違う。何これ。甘みが残ってる感じすごいしません。さっきの。あんま。ね、でもさっきのその類と何が違うのか俺はもうわからない。そう言っていいのかな。説明書は説明書しんですよね。何が全然違うの。そう。わかる。わかるよ。そもそもお前が言う。視聴者はそう思うんすよ。何と全然違うのか。そうそう。全部全然違うね。じゃあてめえらも全部飲めって話ですよ。ほんと冷た。3杯飲んだら元は取った。でもそらそう。全部飲んだのこれ。全自動化になってるわ。ゴーレ俺すげえよ。はい、ということで18種類、今回17種類プラスアイランドの18種類らしいです。覚えてない。合ってる合ってる。間違ってる。18種類。行きましたね。間違ってる。ごちそうさまで。まだ足りない。これでも代表銘柄でこれだけだから、各種酒造蔵元の出すやつって言ったらもう何十種類、あと何倍ってなっちゃうから、もう飲めないです。最後に持ってるのがそれ。最後に持ってるのはこれだけど、もう覚えてない。いや、いいねはいいね。いいね。マジ。いやでも思うのが、あの居酒屋に置いてるあの定番のやつでは物足りない。
面白いな、ね、今日このストーリーが。ストーリーが面白い。何が？今日説明。説明が。どんだけイネが好きなの？そう。もっとヤニ川とか奄美の店でいろんなお酒を置いてほしい。あ、こういうことね。そうそうそう。はいはい、じゃあコメントが置いてるお店は多分はめちゃくちゃあると思うけど。置いてるっちゅう。あるある。書いてくれっていう話ですよ。はい、でも最初序盤でうわ気持ち悪くなっちゃうかもと思っても最後まで全然いけた。倍いけるかもしれない。よかったよかった。30何倍ぐらいいけるかもしれないと思ったんで、黒糖焼酎は本当魔のお酒。酔うと語彙力は少なくなります。確かに。そう。このまま2軒目3軒目回っていこうと思います。イエーイ。というわけでまた次の動画見ていってください。楽しい。はい、ありがとうございました。バイバイ。また次の動画を見ていってください。バイバイ。やばいっすね、酔うと。